e スポーツでちょっと話出ましたけど、昨日発表したんですが、e スポーツ超学校っていうのを作ることになりました。それは、大学とか高専、高校、中学校、小学校、いろんなところが今、この e スポーツに興味を持って学校が乗り出してきてるんですけども、どっかの学校一本でやるっていう時代でもなかろうし、そういうジャンルでもないんで、学校のコミュニティいっぱい作りましょうよと。で、それで共同のカリキュラムを作るとか、共同でそういうタイプとかっていうことをやりませんかっていうことが発足したので、もしそれすごいですね。私実は東大の e スポーツサークルの顧問もやってるんですよ。VR サークルの顧問と e スポーツサークルの顧問もやっていて。じゃあ入ってください。もちろん入りますし、はい、東大にも呼びかけなきゃなとかっていう話がちょうど出てきたところで。はい、